エヴァは多くの人々の子供時代の思い出であり、またアニメの不朽の名作でもあります。これはただの言いがかりではありません。鬼滅の刃が登場する前から、エヴァは常に BD ハードディスクの販売チャンピオンでした。この90年代の作品がなぜこれほどの影響力を持つのでしょうか。同じ時期には、ドラゴンボール、悠々白書、聖闘士セイヤなどの作品はすでに影響力を失っています。しかし、それらが想像したキャラクターは今でも思い出に値するものであり、私はエヴァが持続的な人気を維持している理由は、その特殊性にあると思います。実際、人間性を探求する映画を考察するのはエヴァだけではありません。多くのアニメには深い内面があります。しかし、これらの作品は、画風や語り口などから、人中で理解しがたい物語であることが一目でわかります。したがって、人間性を探求するこのような物語の多くは、マイナーな作品であり、大ヒットするのは熱血的な、王道的な、爽快な主流作品です。エヴァの特別な点は、自分自身を主流の少年アニメの要素で包み込んでいることであり、地球を守ることなどの王道的なテーマを持ち、主人公たちはちょうど成人寸前の少年たちで、ロボットや再生人間によって使徒を倒すという魅力的な設定があるということです。加えて、アニメの色彩が鮮やかで戦闘が爽快であることから、多くの無知な少年たちが鑑賞し始め、エヴァの監修が急増したのです。しかし、エヴァはやはり成人向けに人間性を探求する物語であるため、多くの人々に疑問を残し、この不滅の名作が誕生することになりました。怒り幻道の本名は六分儀幻道で、六分儀は船の用語で、怒りは怒りを象徴しています。そして、怒りという姓は彼の妻である怒り忠から来ており、幻道を安定させ、忙しい海の中で避難所を見つけることを意味しています。すべては1999年の冬月光蔵と怒り忠の出会いから始まります。冬月教授は京都の形而上学生物学の教授で、同僚の口から怒り忠について聞き、非常に才能のある生物工学の学生を気にかけることに同意しました。当時彼はまだこの学生に注意を払っていませんでした。怒り忠は彼女のレポートを教授に見せました。冬月はいくつかの疑問点を発見しましたが、全体的に非常に高い評価を与えました。冬月教授が怒り忠が自分が想像したようなキャリアウーマンではなく、家族を優先する人であることを知ったとき、怒り忠は冬月に深い印象を与えました。後に冬月教授は、怒り結衣の依頼を受けて警察署に保釈に出向いた。保釈されたのは、六分儀幻道である。冬月は、六分儀の名前は聞いたことがあったが、その人物とは会ったことがなかった。六分儀幻道が自分自身を保釈するように頼んできたことに、冬月は疑問を感じた。しかし、実はこの出来事は、六分儀幻道が計画した出会いだった。彼は以前から冬月教授の名前を聞いており、この機会を利用して彼と会うことを決めたのだ。しかし、冬月教授は最初の印象が悪かった。六分儀幻道が警察署に連行されたのは、飲酒運転による暴行事件が原因だったためである。六分儀幻道は、誰かに好かれると困惑してしまう。一人でいる方が好きだ、と言っていた。冬月は、六分儀幻道に対する印象が非常に悪かったが、六分儀幻道は冬月教授と自分の期待が同じであると考えていた。当時の地球は、四季がはっきりと分かれる世界であり、冬月教授と怒り結衣が登山中に、彼女が六分儀幻道と交際していることを知った。これに驚いた冬月は、彼自身が優れた人物である結衣が、飲酒運転で暴力を振るうような人物と交際していることに驚いた。しかし、怒り結衣は六分儀幻道を愛していた。彼女は、彼が愛らしい人物であることを知っていた。冬月は、同僚から六分儀幻道が結衣の才能を手に入れようとして彼女に近づいたと聞かされた。それは、彼女が仕入れという組織の背後にいるからだった。2000年、葛城博士が南極でアダムの研究を行ったことにより、第二次衝突が引き起こされ、日本が四季を失い、常夏の国となった。冬月教授は、医師が不足していたため、診療所を開設していた。
彼自身が医学の専門家ではなかったにもかかわらず、彼は人々を救うために尽力した。この時、国連安全保障理事会は第二次衝撃事件を正式に調査する準備をしており、冬月教授を調査チームに加えるよう招待した。実際には、六分儀玄堂こそが冬月教授を推薦した人物であり、南極大陸が存在しなくなり、赤い海と砕け散る氷河が広がる中で、彼を見た冬月教授は驚愕した。六分儀玄堂が第二次衝撃を引き起こした葛城調査団に参加していたことを知っていたからだ。六分儀玄堂は前日に日本に到着したため、運よく難を逃れたと説明し、また、自分が怒り玄堂と改名し、怒り忠と結婚し、すでに子供を妊娠しているため、調査団に参加できなかったことを冬月教授に告げた。これにより、冬月教授は非常に驚き、優秀な人物である怒り忠が六分儀玄堂と結婚している理由を理解できなかった。冬月教授は常に忠が六分儀に騙されていると考えており、六分儀は忠を利用しているだけだと信じていた。この時、冬月教授は仕入れという組織にも反感を持っていたが、怒り玄堂は冬月教授が正直であることを認め、しかし、現代社会では従うべきルールがあり、それに従わなければ生き残れないと思っていた。しかし、冬月教授は自分が呼ばれた理由を見抜き、今回の調査が仕入れの人間だけで行われると国際的に説得力がないため、自分が同行することになったと指摘した。実際には、怒り玄堂は冬月教授を止めたいと本気で考えていたが、冬月教授は過度に正直で、怒り玄堂に好感を持たず、自分自身で真実を発見させるために迂回する必要があった。冬月博士は孤立した船の中に行き、そこには話さない小さな女の子がいた。スタッフからは、葛城博士の娘である葛城美里が第二次衝撃事件で唯一、生き残った生き物であると説明された。葛城美里は驚きを受けたため、2年間話をしていなかった。冬月教授は調査を深めるにつれ、事件が単純ではないことに気づき、南極の大気成分が変化し、すべての生物が死滅し、微生物さえも生き残れなくなったことを発見した。爆発中心には空洞があり、光の巨人の存在が撮影された。しかし、怒り玄堂の計算の中で、冬月教授の行動は常に監視されていた。南極調査報告が発表され、国際連合が第二次衝突を高品質隕石の落下によるものと公式に認めた。もちろん、怒り玄堂にとってはすでに知っていた結果であるが、冬月教授にとっては真実を隠蔽することになってしまった。怒り玄堂は冬月の性格を知っているため、彼が自分に質問し、ただに対しても見方を変えることになるだろうと予想していた。予想通り、冬月教授は人工進化研究所にやってきて、当時所長だった怒り玄堂理論に問いただした。冬月は、怒り玄堂が事実を隠していた理由を問い詰め、幸運なことに前日に出発したというのは嘘で、実際には全てのデータを持って去ったと主張し、彼が収集した文書を公開し、第二次衝撃とし、怪文書の真実を明らかにすると宣言する。しかし、怒り玄堂は非常に冷静に見え、これらの文書が破壊されていなかったことに驚かされ、冬月教授が真実を明らかにすることに問題がないと考えているように見えた。彼は単に、彼が何かを見てから行動するように要求していた。冬月は怒り玄堂に連れられ、人工進化研究所の地下都市に入った。これにより冬月は非常に驚いたが、怒り玄堂は、これは私たちのものではなく、他の人たちが残した建築物であり、完璧な球場の地下空間である、と説明した。冬月は南極の地下洞窟と同じだろうかと推測し、怒り玄堂が南極の悲劇を繰り返すつもりだと疑った。しかし、怒り玄堂は、私たちの成果を見て、自分で判断してください。このプロジェクトには人類の全ての資源が投入されています、と答えた。怒り玄堂は冬月を地下の神秘的な基地ゲアンに連れて行き、そこで赤木博士もいることに気づいた。赤木博士は生物コンピューターの基礎理論を研究しており、ここが最適な場所であると考えていた。また、
赤木博士はこのコンピューターをマギと名付けることを決めており、これは東方三博士を象徴するものである。ゲアーンはドイツ語で脳を意味し、ナームの前身でもあったため、この計画にとって重要な意味を持っていた。その後、怒り言動は開発中の0号機を冬月に紹介した。冬月はそれを見て驚き、南極の巨人を持ち帰ったのか、と怒り言動に尋ねた。赤木博士は、私たちゲアーンは、あの光の巨人をアダムと呼んでいますが、目の前にあるものは光の巨人でも、最初のアダムでもありません。これはエヴァがアダムを利用して作り出したものです、と説明した。怒り言動は、これはアダム再生の原型であり、E 計画のエヴァ0号機です、と説明し、冬月を彼らに加わるように招待し、一緒に人類の新しい歴史を創造することを提案した。その後、赤木博士は地下のゲアーンから一歩も出ずに努力を続け、生物コンピューターマギを完成させた。彼女は届けられる箱飯にうんざりしていたし、長い間娘に会っていなかったが、彼女はマギに対する執着心と怒り言動への愛のため、何も後悔していなかった。2003年から視界文書の記述から10年後に第三次衝突が起こることが予想され、この災害に対処するために2つの組織、シーレとゲアーンが設立されました。そして、タダがマキを生んだため、彼女自身を実験体として使用することに決めました。冬月教授はタダを止めようとしましたが、彼が参加した理由はタダであり、シーレではなく、タダの理念に共感していたためでした。タダの理念は世界の封印を解除することであり、冬月教授は自分の生涯をかけて怒りの理想を実現するために尽力することを決意しました。怒りタダは人間が脆弱であること、そして人間を滅ぼすことが容易であることを知っていたため、シーレに参加することを決めました。彼女は人類の滅亡を阻止するために全力を尽くす決意をし、それはマキのためでもありました。怒り言動はタダの決意を知っていましたが、彼はタダの心を変えることはできませんでした。タダは怒り言動にとって全てでした。そして、2004年、この日がついにやってきました。怒り言動はそれに反対しても何もできなかったのです。タダはこの実験が非常に危険であることを知っていたため、自分の子供であるマキをゲアーンに連れて行きました。怒り言動はタダの要求をできるだけ満たすことしかできませんでした。そして、タダの最後の言葉は、マキに未来の光景を見せたいというものでした。しかし、その実験は恐ろしい事故になり、タダはこの世界から消え、初号機に魂を融合させました。彼女の肉体を復元しようとしましたが、最終的には失敗し、それは赤木博士が望んだ結末でもありました。タダが子供の頃、怒り言動は大きな打撃を受け、彼は全く変わってしまいました。冬月教授は怒り言動に、人類が滅亡することを見過ごすことはできない大きな責任を負っていることを思い出させました。しかし、怒り言動はシーレの議長に新しい計画を提案し、これは成功した人はいない神の道、人類補完計画でした。元踊り寺、人類はアダムの複製体の力を解放する方法を見つけることで、視界文書に言及された使徒に対抗することを目指していましたが、怒り言動が提供した人類補完計画は完全に異なり、すべてはタダのためであり、全人類の進化を神の存在に推し進めることを目的としていました。当初、人類はアダムの複製体の力を封印解除して、死体文書に言及された使徒に対抗する方法を模索していましたが、怒り言動が提案した人類補完計画は、全く異なる方向性を持っていました。それは、全人類が神の存在に進化することを促進することであり、これは全てタダのために行われたものでした。2008年、赤木博士はマギの基本理論を完成させ、娘の赤木律次も成長し、母親の遺伝子を受け継いでゲアーンに選ばれ、E 計画に参加することになった。そして、律子は最初の出勤日に赤木博士と怒り言動の親密な行為を目撃した。怒り言動はこの仕事に後悔はしないと言い、感情を仕事として扱っていることが明らかになった。
赤木博士は怒り言動がタダに対する感情を非常によく理解していたが、自分が怒り言動の実質的な所有者であることから、怒り言動の心の中にタダが存在することには気にしていなかった。それで十分だった。2010年、赤木博士は怒り言動が綾波を連れて下庵本部に来たのを目撃した。怒り言動がすでに息子を持っているのに、なぜ女の子なのかが不思議に思ったが、怒り言動は綾波ゼロという友達の子供を面倒を見ていると説明した。しかし、赤木博士はゼロを注意深く見ると、誰かに似ていると感じた。それがタダであった。これは女性の直感であり、赤木博士はすぐに綾波ゼロの情報を調べてみたが、霊に関する情報はすべて削除されており、綾波霊は白紙であった。これにより、赤木博士は非常に疑問を感じた。ついに、赤木博士は彼女の神髄であるマギを完成させた。マギは、赤木博士の3つの人格を表しており、メルキオールは科学者としての自分、バルサザールは母親としての自分、そして最後のカスパーは女性としての自分であった。これらの3つの自己は常に互いに対立し合っていた。そして、今日は律子が早退しなければならない日であり、第二次インパクトの生存者である桂木美里も下庵に選ばれたため、彼らは祝福するために行くことになった。そして、美里が恋人の梶良次と別れたことを明かし、幸福を理解できないと語った。これは新劇場版の怒り言動が言った、赤木律次が幸福を理解できないという言葉に対応している。しかし、娘と別れた後、赤木は迷子の綾波霊に出会います。当初、赤木は彼女をここから連れ出すつもりでしたが、綾波霊から赤木おばさんと呼ばれたことに驚きました。赤木博士は怒って、怒り司令にゼロを叱責するように頼みましたが、ゼロはそれが怒り司令からの彼女の呼び方であると言いました。そして、霊は博士に対して、おばさんはうるさい、私には必要ない、と言いました。これらの言葉は赤木博士にとって大きな打撃でした。彼女は実際には怒り言動に利用されていることを知っていましたが、怒り言動が自分をこんなに軽蔑するとは思いもよりませんでした。この時、赤木はただ自分の前でそれを言ったのを見ました。怒りに駆られ、彼女はゼロを殺しました。そして、彼女は代替品が現れることを知りました。彼女自身も同じであり、彼らはすべて怒り言動の道具であり、使い捨ての道具に過ぎません。しかし、彼女が本当にゼロを殺したことに気づいたとき、後戻りすることはできませんでした。彼女はこれらすべてをどう説明すべきかわからなかったため、自殺を選びました。しかし、拒絶された愛の赤木博士は、真の怒り言動を理解していませんでした。怒り言動がタダに対する愛は赤木には理解できず、綾波霊がただただの複製体であっても、危険な状況が生じた場合、怒り言動は彼女を救うために命を懸けるでしょう。これらすべては赤木博士の娘である律子の目にも映り、自分の母親は怒り言動の心の中に本当に存在しなかったことが分かりました。母親は本当に死ぬに値しなかったのです。その後、下庵は仕入れのキロ議長によって解散され、計画の実行組織である特務機関ナウが再設立されました。すべての元の組織員がナウに参加しましたが、マギを創造した赤木博士だけが除外されました。彼女の代わりには、彼女の娘である赤木律次が選ばれました。ナウの設立は、司会文書の序章を正式に始め、すべての脚本はすでに書かれています。人類は滅亡に向かっているのでしょうか？それとも神への道？司会文書の言語使徒と的確な少年たちの運命、美里はいかにしてシーレと怒り言動の嘘を一歩ずつ明らかにし、運命に縛られた子供たちと戦ったのでしょうか？次回はテレビ版のストーリーを引き続き紹介します。皆さんの意見もコメントで教えてくださいね。